すみません、これ買いたいんですけど。確かに足りないか、みんな真剣に豆まきしそうだし。じゃあ5袋お願いします。お、そうなんです、みんなで材料を持ち寄って恵方巻きを作ります。無言で1本食べきったら幸運がやってくるってやつですね。あ、でも今年の恵方ってどっちになるんだろう。あっちか。あ、ああっちの方角に文房具屋さんあるよなって思ってたら、シャーペンの芯切れてたことを思い出して。おかげで思い出せました、ありがとうございます。はい。お、リンゼー、ジュリさん、今は帰りか。はい、旬のものが並んでおり、つい足を。ああ、野菜の無人販売所か。へえ、いろいろ売ってるんだな。春菊、白菜、菜の花、春の足音が聞こえてくるようです。そうだな、きっと今年もあっという間に過ぎてくんだろうな。はい。そうだ、せっかくだし今度の節分パーティーの恵方巻きの材料買ってこうかな。ならば競りはいかがでしょう。来たる春を感じられましょう。セリか。うん、確かにいいかもな。お金はここに入れればいいのかな。よし、いい買い物できた。私はもう帰るけど、リンゼはどうする？はい、リンゼも一緒に恵方巻きお手伝いできず。チョコとリンゼは仕事なんだし仕方ないって。あたしたちで恵方巻きたくさん作るから楽しみにしてくれ。持ち寄る食材はその日のお楽しみだから、どんなものになるかはわかんねえけど。楽しみよ、一つ知ってしまいました。あ、そっか。みんなにはこのこと内緒にしててくれよな。はい。ジュリさんもあちらに何か用が。帰り道の途中で節分用の豆買ってさ、お店の人に今年の恵方を教えてもらったんだ。そっちの方角に文房具屋さんあったなって思って、そんでそういやシャーペンの芯切らしてたなって思い出したんだよ。それでいつもと異なる道よ。そうそう、そしたらリンゼにも会えたし競りも買えた。みんなで恵方巻き食べたらもっといいことあるかもな。はい、きっと。
恵方巻き作り始めましょうか。はい。じゃあそれぞれ持ってきた材料を出そうか。はーい。ジリちゃんと夏葉さんの材料すっごく楽しみです。ええ、私もとっても楽しみだったわ。持ってきたものはこれよ。わあ。エビチリとカシューナッツにチーズか。恵方巻きの具としては珍しいな。その方が面白いと思って。カホは何を持ってきたの？私はこれです。チキンライスに唐揚げ、それにブロッコリーね。酢飯の代わりにチキンライスか、斬新だな。お母さんと話してて面白そうだなって思って一緒に作ってもらいました。じゃあ次は私だな。二人に比べるとちょっと地味な感じにはなるんだけど、セリとアボカドとエノキ持ってきた。素敵だわ、どんな具材にも合いそうだもの。ジリちゃんすごいです。そうか。ありがとな。じゃあ早速巻いていくか。はい。でもこれだけの材料本当に入るのか。はい、力を込めてギュッてしないとですよね。確かに少し難しいかもしれないわね。でもだからこそ挑戦しがいがあると思うの。どんな味になるのかちょっとは想像できるような気もするけど、こればっかりは食べてみないとわかんないよな。そうね。この恵方巻きは未知なる可能性を秘めているわ。未知なる可能性、なんだかすっごくかっこいいです。大げさだな。よし、とりあえず材料を乗っけてみるか。やっぱりちょっと厳しそうだな。材料をもっと細かく刻んでみる？そうだな、細かくできるやつはそうして、あと量も少し減らすか。あたしブロッコリー切ります。ありがとうカホ、よろしくね。よし、なんとか負けたな。チョコ先輩とリンジェさんとプロデューサーさんの分も負けました。もうそろそろ千代子とリンジェが到着する時間だけど。お、噂をすればだな。本当に？みんなごめんね、お疲れ様です。お疲れ様です。チョコ先輩、リンジェさん、お疲れ様です。いいタイミングね、ちょうど今人数分の恵方巻きが巻き終わったところなの。わ、そうなんだ。ありがとうございます。お役に立てず申し訳ございません。本当に手伝えなくて申し訳ない。いいっていいって、私たちも楽しかったし。未知なる可能性の恵方巻きができました。未知なる可能性、すごいね、見たい見たい。こっちよ。おお、食べ応え十分って感じだ。はい、これをお願い事をしながら食べるんですよね。ええ、そうよ。無言で完食なんて恵方巻きを巻くより難しいことかもしれないけどな。だね、普通に美味しいって言っちゃいそうだもん。はい。でも皆さんに
ように頑張ります。カホ、カホさん、ありがとう。カホ、私もカホとみんなの幸運をちゃんとお願いするからな。ありがとうございます。それじゃあ、そろそろ始めたいと思います。